どっちが味方なのよ。ごめん、大丈夫？パンチ？よく避けたよね、私の右フックを。パンチラ。ピッバカ！ガガ。ガガ。えい。じゃあ早速。唇はダメよ。そんな。子犬ちゃんみたいな目で見てもダメです。唇以外ね。唇以外。それともやめる？やめません。わかってる、冗談よ。それでどこにするの？えい。膝の裏。え？膝の裏でお願いします。膝の裏？さすが立花君ね、その考えはなかったわ。どうですかね。これでいい？はい、バッチリです。いつでもどうぞ。そっちは違うでしょ。ワンワン、お座り。そこから先はまだ通行止めなんだから。えい。うわわ、立花君すごい汗。そうですか。うん、だってほら見て、君の方がこんなにいっぱい汗が出てるんだもん。これは先輩との肌の密着もさることながら、僕と先輩の汗が。よし、私も負けないくらい汗をいっぱい出すわよ。